ミサス島をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、ミサコです。トルコカッパドキアの3日目の朝です。早朝に起きて、前日は空から眺めた景色を地上から見たくて、ホテルの屋上に来ました。素晴らしい景色でした。ということで、今日はカッパドキアからイスタンブールへ移動します。イスタンブールについてホテルがあるところまでバスで移動しようとしたんですが、はい、もう私の旅行といえば、バス乗り間違った。乗り間違えました。こういうところ。ああいうのに乗ってきた。間違った。なのでタクシーを呼んで、タクシーでホテルへと向かいます。途中雨が降ってきちゃいました。ですが海が見えて少しテンションが上がっております。あっという間に街ですね。時刻は夕方、もうお腹ペコペコです。はい、お疲れ。食イスタンブール。ビールを流し込みます。このクラスめちゃくちゃ可愛い。買って帰りたいと思ったけど、今回リュックだからもう入んないんだよね。少数。そしてトルコ料理、カッパドキアでもたんと食べたんですが、こちらでもいただきます。トルコ料理ね、結構気に入りました。味はそんなに濃くないんですよ。でも一つ一つの素材の味が生かされてる感じがして、とっても気に入りました。食後はもちろんチャイです。お菓子がサービスされましたよ。このお菓子がね、甘くてまたチャイに合うんだ。そして店員さんめちゃくちゃノリノリで最高でした。これね、お会計の時に明細が中に入っていて、お金を入れてお返しするっていうシステムです。最後見送ってくれた真ん中の彼ね、オマールって言うんだけどね、丸って教えたら、それ僕だって言ってずっとね丸のポーズしてますさて翌日です。天候は曇り時々雨っていう感じ。やっぱりトルコに来たらモスクに行かねばということで、みんなでモスクへと向かいました。日本では見ない風景にすごくワクワクしました。そう、ここでノマドニアの21期の受講生の方がですね、追加でトルコに2人来たので、結構大所帯で回っております。でカッパドキアで買ったスカーフを巻いてモスクに入りました。ただただ素晴らしい。多くの方がお祈りにいらっしゃってました。すごいね。ずっと上向いて歩いてたら首疲れちゃった。でもそうなるよ、絶対行ったらそうなる。そして外に出てきたんですけど、とにかく神聖な場所って感じがして、なんか気持ちがスンってしましたね。これはもうめっちゃ神聖な場所って感じがする。すごいわ。気持ちがスンってなる。異国情緒。異国情緒連発してますけど、本当にそれを感じる風景でした。ここね、街を走るトラムとモスクっていうね、この風景いいですよね。さあということで、他にもちょっと街の様子を散策しておりましたら、バザールがあるということで、バザールをみんなで見に行きました。でみんながスンスン入っていくんですけど、ちょっと私ブーって言っちゃってね大丈夫って聞いたら、こんにちは、こんにちはって返してくれました。うん、大丈夫だった。高級なものからあの小さな雑貨まで、お土産買うんだったらこういうところでもいいのかなって思って見てました。そして海に来ました。ちょっと天気がね良くなって、はい、バカです。海初めて見たのかなっていうぐらいテンション上がってます。あなた富山出身でよく日本海見てたでしょうに。でも全然風景違いますね。海風。あ、この日本人バカだな。
語彙力失ってるわ。そして猫、海辺に普通にね猫ちゃんいるんですけどね、ちょっとお前ら何しに来とんねんっていうね、怒ってますね、なんか知らんけどね。でカモメがとにかくすごくいてびっくりしました。あそこにみんな並んでる。さあお腹も空いたということで、海のそばなんですが町にやってきましたね。ここ飲食店たくさんありました。夜になったらおそらくバーもたくさんあるんだと思います。センターだよ。私トルコに来てからなんか語彙力失ってるよね。さてお腹を満たして昼からワインも飲んで、まだ3日目昼です。最後までご覧いただきありがとうございました。特に何も起こんない旅行動画なんですけども、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押してください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。